小松ジャンゴ。まず日給さんコントやります。ほら見て、さあちゃん、これがトンチだよ。ポクポクポク。なんでさあちゃんがチュンって言うの？ぐる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 一休さん。ん？これはどこで笑わそうとしているの？え？そもそも一休さんとさあちゃんって若い人には分かんないかもだし、せっかく髪まで剃ってやる気は十分感じるんだけど、ネタもキャラも。もう一度考え直してみようか。はい。あの社長。あら、いいのか。今日お休みでしょ？どうしたの？ちょっとお聞きしたいことがあって。何？まさか犬子がそんなに根に持ってるなんて。別に根に持ってるわけじゃないんですけど。けど主催者がうるさいから、ちゃんとした音曲漫才がいいって言われたら変えるしかないじゃない。佐野さんも悪いと思って別の仕事探してくれたと思うのよ。でもそんなに都合よくトリオ漫才の仕事なんてなくって、苦肉の策でロバオと猫次郎だけ。佐野さん、ほら、いつも市場劇場の出番の時に進行してるでしょ。ああ、さつき演芸会の時も彼が進行で入ってて、主催者の意向を伝えてきたのよ。ただね、犬子、私もあれからいろいろ考えたの。何をですか？またロバオと猫次郎にだけ仕事が来た時どうしたらいいかなって。ああ、それで犬子一人でも中華屋さんのドラを叩く仕事なんかなら取れるんじゃないかなって。ありがとうございます社長。けど中華屋さんのドラを叩く仕事は取らなくて大丈夫です。どうだ新しい台本。うん、さつき演芸会がなくなって遅くなったけど、次の青空演芸会の出番はこれでいくから。解決熟女の歌はどうする？解決熟女か。そんなの入れないって言ってるだろ。そもそも私なんで解決熟女になったんだっけ。はぁ、なってないし自分で言ってるだけだろ。いやけど魔法師匠も。だから魔法師匠が何なんだよ。そうだ、初めて言われたの魔法師匠にだった。先月のお祭りの出番の時魔法師匠も来てて、小腹が減って買い食いしてるとこ呼び止められたのよ。犬子ちゃん、犬子ちゃん、ああよかった、探してたんだ。え、私ですか？うん、はい、一枚引いて。あ、はい。ハートの3。おお、当たってるよ。マジック見せられたってこと？だからそれが何なんだよ。いや、その後にありがとうございました。あ、ちょっと待って、つい癖でマジックしちゃったけどさ、最近まこちゃんの機嫌が悪くてさ。まこちゃんって師匠のアシスタントのですか？うん、それで困った時は犬子ちゃんに相談したら何でも解決してくれるって。え？犬子ちゃん、解決熟女なんでしょ？解決熟女で、なんだかよくわからないけど私にできることならって、まこちゃんになんで機嫌悪いのって聞いたら、最近魔法師匠マジックで使う鳩の餌やり全然やらないって怒ってて、魔法師匠にそれ伝えて当番決めることになって無事仲直り。お前はどこで活躍してるんだよ。魔法師匠にそう言われたから、だからあの時も。困った時には犬子さんに相談すれば解決熟女だって。本当にそんな噂あるんだなってすんなり張り切っちゃって。あの時って魔法師匠の電話番号わかる？なんだよ急に。わかるよ。おい猫次郎、ほら俺魔法師匠と二人でギターとマジックショーやったことあるから。そういうことじゃなくて、今新作の打ち合わせ中で。もしもし、突然すいません、ブレーメンの犬子ですが。おい、電話してるから。はい、そうなんです。それでそれは誰に聞いたのかなと思いまして。ほらあれだよ、君んとこの事務所の白雪姫だよ。白雪姫が？そう、犬子ちゃんは喧嘩の仲裁とか悩み事とかみんなに頼りにされてるって。おい、誰か来たぞ。ありがとうございます。はい、突然すいませんでした。またよろしくお願いします。すいません。
私川北署の矢崎というやつが少し話をお聞きしたいんですが。小松ジャンゴ。